はい、吉田隆の教え方チャンネルです、えー、今日は漢字の小テストがどうして効果があるのか脳科学の視点で解説していきますはい、まずアンケートの結果からお話しします、えー、漢字の小テストを行っていますかということで回答数が443と えー、漢字ドリル漢字スキルに合わせて行っているが77%単元に合わせて行っているが3%必要に応じて行っているが11%小テストは行っていないというのが9%ということで、まあ、ほとんどの先生方漢字テストを行っているということが分かりましたはい、えー、それでは書き込みの方を紹介します。 えー、小一三人です漢字小テストをやっています漢字ドリルで定期的に出てくる7つの文の書き取りのペー,スページが済んだら少し時期を遅らせて取り込ませています。宿題完了後すぐだとあまり忘れていないのかなと思いちょっと忘れてそうかなという頃にしています。事前に告知練習タイム数分をとってさせています、えー。漢字ドリルのペースでいくとだいたい週に1回くらいで小テストをしています。 えー、子どもたちがなんとなくテストのために漢字に意識を向けるので効果はあると感じます学校で買うドリルについてくるのですがいつもやるのを忘れてしまい学期末に一気にやってしまいます、えー、小テストというものではありませんが深度に合わせて漢字の腕試しは日々やります11分間で寝室漢字を使った言葉を思いつく限り書く2全部教師がひらがなで書いた文の中で漢字に直せるところは全て直す テストではないので評価には加えませんあくまで楽しく漢字を学ぶということを意識していますということですえーとですね次はですね私の漢字指導履歴ということについてお話をしますえー、最初の頃そうですね、えー、まず漢字自体はですね単元の初めにまとめて指導と あとは宿題を出していてその単元テストで初めて漢字テストをするということで小テストは全くやってませんでしたねこの頃ですね年度末のご注文テストでは20点30点の子がかなりいたように記憶していますこれはですね子どもが勉強してこないからだというふうに思っていましたその後ですね えー、小テストをね、行うといい結果が出ますよということで、漢字ドリル、えー、当時の漢字ドリルね、えー、20問出たと思うんですよね、えー。その漢字ドリルに合わせて小テストをするようになりました。 えー、その結果、ですね年度末にの50問テストでは40点、40.50点の子がね、ねまあ、その時点でもかなりいたんですけども、20点、30点の子っていうのは、もうかなり減ったように思いますね、まあ、若かった頃ですね、何もわからないままやっていたという感じです。えー、そのの後ですねね赤猫漢漢字字スキルといいうのが出ましてて指導についても、ね 自分なりに考えも持てるようになりましたので、赤猫漢字スキルに合わせて10問の小テストと。これ大体3日か4日に1回ずつ小テストをするということになるんですから、のでね、かなりの頻度でやったことになると思うんですけども、えー、これプラスですね、えー、漢字50問テストの前には、漢字50問テストの答えを配布して練習してくるように指示しました。 この結果は劇的でしたね、年度末の50問テストで、漢字50問テストですね、80点以下っていうのは、もう私の記憶する限りはいませんでしたね、もちろん特別なお子さんは別ですけどもね、このような状態になってました。どうしてね、こんなふうにね、小テストを実施するようになってから劇的に変化したかということを、ちょっとね、農科学校の視点でお話ししていこうと思います。 はい、えー、これはですね脳が認める勉強法、ベネディクト・キャリーさんの著書を読んでね見つけてきたものです、えー。かなり前の本なんですけども、ね、非常に参考になる内容が多いのでね、ねぜひご一読をお勧めします、えー。この方が紹介している実験なんですけどもね、ね2006年に詩を覚える実験をしましたと。120人の大学生に えまあ詩を覚えるのを学習を2回させた学習と学習1回とテスト1回させた学生がどれぐらいねその詩を覚えてるかっていうことをテストしたらしいんですよね。えー、思い出した文章の割合ということで学習2回した場合5分後にこれぐらい。 2日後これぐらい、1週間後にこれぐらいだったと。一番上が1ですからね、だいたい時間が経つにつれて忘れていくというふうになっていくわけなんですけども、学習を1回させた後、テストを1回させた場合どうなるかというと、はい、5分後はこうですね。ところが2日後になるとこうなって、1週間後になるとこうなると。つまりテストを1回入れた方が成果が出ていたということなんですよね。 これはですね、結局入力だけで済ませた場合と一旦入力したもの、つまり覚えた詞をテストという形で出力させた場合とではこれぐらい差が出ますよということなんですよね。ですから小テストってこういうのを見ても、ね、非常に有効だということが分かってきます。はい、えー、次にですね、えー、テストはいつ行うのが良いかということでまた、ね、実験が紹介されていました。 アメリカの小学生3605人に、学習の後にすぐテストした場合、1日後、1週間後というふうにテストしたデータがあったんですけどもね、ちなみにですね、ちょっと簡単に言いますと、ですね、学習の後すぐにテストをすると、正答率がなんと50%。 2週間以後だと正答率は30%というふうに下がっていくということが分かっています。ですからね、一旦学習したあとね、すぐにテストという形で出力をさせておくのがいいわけなんですよね。えーまあ、2週間以後になるにつれてだんだん下がってしまうということで、できるだけ間は短い方がいいと。ただですね、毎時間小テストというのは具体的にできませんのでね。 私の場合はです、ね、指書きでの、ね、小テストということではないんですけどもねまあ大人、えー、の子にね指で書いて見せてごらんなさいというような形で出力をさしていました、はいえー、次ですね一夜漬けと毎日少しずつということでですね、えー、これも書いてあったんですけどね2007年小学校4年生にねブロック学習と分散学習という実験をしたそうですね分散学習というのはですね、えー、少しずつ 少しずつ教えてていいいくく内容をやっていくととうことですよねブロック学習というのはまとめてがんとこう一気にやっちゃうというような感じの学習をイメージしてください、えー、ちなみに分散学習だと77%のお子さんたちがその後まで覚えていたんだけどもブロック学習をすると38%のお子さんしかその後まで残っていなかったと。 まあこれは昔から言われるんですけどもね、一夜漬けはね、その時限りですよということをね、示しているように思っていますね。ですからやっぱりね、毎日少しずつというのは効果が上がるということがわかっています。まあそれからもう一つね、有名ですね、エビングハウスの忘却曲線というね。 えーまあ、こんなふうにね一生懸命覚えてもね1ヶ月後にはもうこれぐらいねしか覚えてないと言いますかねこれはまあ覚えるのにかかる時間を示したものなんですけどもね、えー、ところがですね適宜こう復習を入れていくとですよね、はい、この定着率が高くなっていくということですよね、はい、まあ、以上のようなことから見ればですね、えー、小テストを取り入れながらあーね漢字を覚えさせていった方がはるかにね 効果が上がが上るるととといいいうことがお分かかりいただけるかと思いますね、えー。なおですね、漢字指導は宿題でという方、まだいらっしゃるとは思うんですけども、ね、これは何度も私、言っているんですけども、国語の授業で最も重要なのは、子どもの語彙力を高めることです、語彙力がなければ教科書を読めません、先生が話していることも理解できません、まずはそこなんですよね。 じゃあ語彙力ってどうやって高めるのかってもちろん日常会話の中でもね、えー、語彙は身につけていくんですけども一番、ね、いいのは読書そしてですね読書できるためには、ね、漢字が読めたり えー、書ける必要はないんですけどね、特に漢字が読めるってことが重要なんですよね。ですから、漢字指導というのは、語彙力を高めることに直結する重要な指導なんですよね。えー、ですからね、そんなに頻繁にね小テストを行うのという方いらっしゃるかと思うんですけども、えー、語彙力を高めるっていう視点で、漢字指導って非常に重要なんですよね。はいえー、なお、ですね具体的な漢字指導については、ですね私のホームページ、吉田隆チャンネルの国語。 ね、スクロールしていただくと下の方にに、ね、漢字指導ということでスキルの使い方や小テストの方法などを具体的に紹介していますのでぜひ、ね、こちらをご覧いただきたいというふうに思います、はい、授業づくり講座24の9回目社会科は調べ学習34年編令和6年12月8日日曜日午後8時から午後10時まで Zoom で開催します参加費は1000円です たくさんの先生の参加お待ちしております YouTube 動画とは別に、えー、吉田隆チャンネルというホームページを運営しています毎月行っているセミナーの案内、えー、教科単元ごとの動画へのアクセスリンクなんかもありますのでぜひご登録をお願いしますはい、ご視聴ありがとうございましたこの動画が役に立ったという方いいねボタンをクリックそしてチャンネル登録をお願いします